はい、速稼塾の久保です。速稼塾に入って、稼ぐっていうのがね、一つの大きな目的なんですけども、思ったように稼げてない人がいるんじゃないかなと思いますので、その方に今回はね、いくつか問いかけをしたいと思います。なぜ稼げていないのかがわかります。例えばね、一つ目、みんなの銀行、どうですか？みんなの銀行をお知らせする活動してます？知らせなければ誰も知りませんよ。だから、あなたに紹介報酬入りません。単純なことでしょ。私ですらね、やってるわけなんですよ。毎日動画を作ったり、近所の人にお話したり、しつこいでしょ。しつこくいかないとお金は稼げません、ね、どっちでもいいやって気持ちでは稼げません。ですんで、みんなの銀行しっかりやっていきましょう。そして同じようにスマホで使うんですけども、モッピーをはじめとするポイントサイトね、ポイントサイトでも稼げるじゃないですか。電気の切り替えとか資料請求とか様々ありますけども、いや、これすらやらなくて稼げないっていうんだったら、それは稼げませんよって話です。これは速稼塾に入ろうが速稼塾に入ってなかろうが誰でもできることですから、ね、やっていきましょう。で、次に A8 ネットをはじめとするセルフバックです。案件がないっていうふうなことを言う人がいますけども、そろそろちょっと覚えましょう。何を覚えるかっていうと、 A8 ネットっていうサイトがあって、セルフバックによってお金が稼げるんだよってことを人に知らせることを仕事にするってことですよ、ね、知らない人を知る状態にすること、まさに教師の役目です。人に何か物を教える、ね、情報を伝える、それによって大きな価値を感じて、わっ、本当だ、5万円10万円儲かっちゃったっていう人から、じゃあ教えた報酬ください、紹介料欲しいです、手数料くださいっていうのは別におかしいことじゃないですよね。そしてサポートをきっちりやって、その人が困った時、つまずいた時に手伝いができる自分になっておけばいいわけなんですよ。セルフバックを人に教える自信がないということは、セルフバックを自分でやり込んでないってことなんですよ。もしくは解決方法を正確に伝えるトークスキルが養われてませんから、そちらの方を鍛えていくことができると思いますね。やることも明確に見えたでしょ。みんなの銀行、ポイントサイト、モッピー、それから A8 ネットをはじめとするセルフバック、全部これやれば稼げることばかりでございます。やって稼げなければ、やれるまで稼いでみてください。商売ってのは、オープンした当日にね、八百屋でも売れなければどうします？チラシを配ったり、次の日営業やめます？チラシを配って、特売にして、たくさんの人に知らせたりとかね、こう金を叩いて、おい、ここに八百屋がやってるよって知らせて、次の日も営業するでしょ。だから徐々に信頼が集まって稼げるようになってくると思うんですよ。オープン初日から大繁盛みたいなことはないと思いますからね。やっぱり事前告知があったりとか、サポートがあったりとか、人との関係を強くしたりとか、どうやったら稼げるのかってことを一個ずつ試していって、自分なりの方法に出会った時に稼ぎ始めることができるわけですよ、ね、その中で一番ステップとしては、ビジネスとしてはお金を得る手段として簡単なのは、まさにモッピーであり A8 ネットでありみんなの銀行じゃないですかね。これをなくしてね、他に稼ぐ方法がもし見つかるんだったら、ぜひそっちからやっていただきたいと思います。はい、というのが前半のお話でございます。じゃあ後半のお話はどんなことすればいいのかっていうと、より専門的になります。ただむちゃくちゃ稼げるようになります。先ほどのみんなの銀行、それからモッピー、 A8 ネットなどが、そこそこできるようになったら、もうあなたにはスキルがついていて、パソコンも使えるようになって、知らせるってことの大切さが分かったと思います。ですんで、今度はね、3つの要素についてこだわっていきましょう。3つの要素何かっていうと、今までも散々パラ言ってきましたけども、商品作ることです。商品何か持ってます？値段のついた商品持ってます？できれば小畜梅みたいな3つのプライスがあるといいですよね。30万、10万、2万、もしくは1000円、5000円、3万円、このぐらいでもいいです。3つのプライスラインを持った商品があなたにはありますか？商品がなければどうやって売り上げ上げるんですか？どうやってビジネスするんですかって話でしょ、ね、だから商品作りましょう。作り方が分からなければ私がついてますんで、ご指導申し上げます。なぜならあなたは私の塾生だからです。私は教える義務があります。教えることが全然できます。ただ教えてくださいって言わない人にこちらから教えることはありませんよね。だって分かってるのか分かってないのか分からないですから。だから商品作りがいまいちなーって思う方は連絡ください。2つ目、集客しないと話になりません。商品があってもお客さんがいなければ誰が買うんですかって話じゃないですか。ですので集客をしていきましょう。集客で一番いいのは YouTube で発信をいっぱいしていくことだっていうのは今でも考え方変わりません。その他の方法がないでもないんですけども、 YouTube よりは難易度は上がります。あとね、
自分が顔出ししたくないって方がいらっしゃいますけども、商売をするわけでしょ、ね、あのファミレスに行って名札つけてない人っています？コンビニに行って覆面してる人っています？普通の商売です。それをインターネット上でやるだけです。何も変わりませんね。テレビタレントマスクしてますかね？銀座ジプシーじゃないんですから。デーモン小暮じゃないんですから。まあでもこの二人は逆に目立ちますけどね。だから名前と顔を出すのは商売として当たり前のことですよ。こそこそ隠れてお金だけくださいね。何なんですかということになります。ただ匿名で商売することも可能です。ただ顔を出すよりは難しくなります。それでよろしかったらやり方はご指導申し上げますということなんで、集客をしていきましょう。とりわけ YouTube を使うと有利ですよと。 YouTube を使いたくないってことでしたらその方法もありますので、こちらもご連絡ください。集客に悩んでいらっしゃる方はみんなだと思います。誰からも集客について質問がないっていうのは、これ商売やる気がないってことじゃないかなと思うんですよ。何のために速稼塾入ったんですかってことになっちゃいます。まあ速稼塾に入りたいというのが目的ならそれでもいいんですけどね。もう仲良しクラブも大好きですから全然構いません。でもできれば稼いでいただきたいと思っております。3つ目、セールスの力、販売力ありますか、つまり交渉できますかってことです。トークがあなたの交渉材料です。おしゃべり上手ですか、コミュニケーション上手ですか、周りに揉めてる人いませんか。周りの人間関係に揉めるぐらいのコミュニケーション能力の低さだと商売はちょっと難しくなります。ですのでまずね、周りの人を許すことから始めていってください。そして周りの人と仲良くなることを練習にしてみてください。それがあなたのビジネスの販売力を向上させます。ということでね、商品力、集客力、販売力、この3つを鍛えなければどうにもなりません。鍛えてますか？なんとなく時間が過ぎてるだけでは商売できませんよ。つまり収入は上がりません。ただ年を取っていくだけです。今日話したことっていうのは前半後半に分けましたけども、きっとねこのビジネスの基礎っていうのは1億円稼ごうが10億円稼ごうが変わりません。投資に変わらない限りは変わりません。でも投資はビジネスより難しいです。ですんでまずはビジネスで余剰資金をいつでも作れるような状態にしといて、それから余剰資金を持って投資をする。それが私の進める速稼塾の歩き方です。じゃあ今回は簡単になりますけども以上ですね。ぜひね皆さんからのご質問ご指導を仰ぐ力、こういったものをお待ちしております。私も力がみなぎってますからね、どんな方でも稼がすことができます。ただやるのは私じゃなくてあなたですからね。私が代わりにやってはいお金っていうことはないですから。ですんでね、自分のお金は自分で稼いでいってください。力をつけたいならつけてもらうことはできます。まあ私のね、今までの発信しっかりと見ていただければどのぐらいのことができるかもう分かると思いますのでね、ぜひついてきてもらいたいと思います。それでは一旦失礼します。